県高校総体は今日最終日を迎え、小雨が降る中行われた陸上競技では熱戦が繰り広げられました。27競技で行われた県高校総体大会最終日の今日は正田醤油スタジアム群馬で陸上競技が行われ、小雨が降る中でのレースとなりました。女子100メートルハードル決勝ではこの種目3連覇を狙う共愛学園3年の横山涼葉が登場しました。スタートから一気に加速し、他の選手を突き放した横山、大会新記録となる13秒75でゴールし3連覇達成です。大会新記録、自分で作った新記録をまた塗り替えることができて嬉しい気持ちです。後輩もどんどん早い子が入ってきて不安な気持ちがあったんですけど、自分のレースを最後までやることができてこの記録を出せたのは本当に嬉しいです。また自分の走りをしてもっとタイムを上げて関東でも1位を目指して頑張りたいです。また続く男子の110メートルハードル決勝では、こちらも2連覇中の農大二高3年橋本優が出場。レース中盤まで熾烈な上位争いとなりますが、一段ギアを上げ抜け出した橋本が14秒78で優勝し3連覇。橋本は400メートルハードルなどでも優勝していて、関東大会での活躍が期待されます。後半伸びるっていう確信があるんで、焦らずに走るっていうのが自分の強みだと思ってるんで、去年も関東大会で3冠してるんで、今年も3冠狙って大幅自己ベストも更新して優勝したいです。